この動画ではクリックアシストの基本機能を紹介します。内容はこんな感じです。有料版を使ってお話ししますが、無料版でも10分間フル機能をお試しすることができます。そのやり方も最後に紹介します。一列に並んだパネルの上で一定時間マウスポインターを止めてアクションを選択します。例えばダブルクリックを選んで実行したい場所でポインターを止めるとダブルクリックが実行されます。一度実行されると基本の左クリックに戻ります。右クリックも同様にポインターを止めた場所で実行され、実行されたら左クリックに戻ります。左ドラッグの場合は一度ポインターを止めるとドラッグが始まります。アイコンがオレンジになります。ドラッグをしてもう一度ポインターを止めるとドラッグが終わり、左クリックに戻ります。ホイールはウェブブラウザをスクロールするときなどに便利な機能です。例えばパソコンで映画や本を見ているとき、クリックアシストが動いていると思わぬところでクリックされてしまうかもしれません。そんなときは一番上の一時停止アイコンにポインターを置いてください。クリックアシストのパネルが閉じてクリックされなくなります。再開するときは同じ場所にポインターを置いてください。左クリック以外の操作を連続で実行することもできます。アイコンが黄色くなった後もポインターを止め続けると鍵マークが出てきます。これで一度アクションを実行しても左クリックに戻らず同じアクションを続けることができます。例えば縦長のウェブページをスクロールしてみるときに便利です。サブパネルモードをオンにするとポインターを止めた場所によく使う4つのパネルが表示されます。デフォルトのモードとは逆に実行する場所を決めてからアクションを選択できます。より直感的で本来のマウス操作に近いモードです。4つのパネル以外のアクションはパネル上のアイコンから選んでください。サブパネルモードには設定メニューで切り替えられます。キーボードのアイコンを選ぶとオンスクリーンキーボードが表示され文字入力ができます。設定メニューでかな50音配列のキーボードも選べるのでお好みの配列を使ってください。一部の機能をずっと使える無料版も用意しています。有料版との比較はこんな感じで、実行できるアクションやキーボードの種類、設定できる項目の数が違います。無料版では10分間有料版のフル機能をお試しできます。グレーのアイコンを選択するとお試しを始めるか有料版のライセンス番号を購入または登録できます。もしポインターは動かせるけどクリックやドラッグスクロールに苦戦しているなら、無料版のクリックアシストを試してみてください。この動画の下にあるリンクからダウンロードページにアクセスできます。